自動でロードされるんだ。ここがね、わかんないんですよ。この攻略法を教えて、誰か。しました。ね。ということでね、はじめましての方ははじめまして。かわいい。はじめましての方ははじめまして。こう入るとフリーズ。ジャムマーガリン。お、大丈夫だ。たい焼き。これはかわいくない。逆にかわいい。LINEのスタンプかよ。いいじゃん。ポコポコチン。は？ペアム、ニコ生クルーズが去っていきました。なんでさっきフリーズさん斜めに入ったか。オッフ。一方でやるしかないのかな。右上みたいな。右上下。この辺、ああでも、
ぐるぐる回ってんな。そもそも、そうか。こっちだもんな。え？いや、ここだよ、ここ。10分で終わるわ。この分ならラスボス戦で何分かかるかな。これ終わったらもう一気にクソゲー召喚部でもやるか。配信でやる意味ないんだけどな、クソゲー召喚部って。本当に意味ないなって最近思い始めて。やる意味もないし。やる意味は元からないんですけどね。
こうか。よーし。絶対さ、俺らなら作れるじゃん、これくらいのゲーム。ちょっと作ろうかな。すごくね、作りが丁寧なんですよ。それだけで十分なんだな、本当に思うよね。はあ、これバグか。取ったアイテムが復活しているバグですね。さあ、本当にもう例の夜中の2時まで俺はこのゲームやりてえなーっていう枠をずっと見てたからな。やんなきゃダメですよ。今月は本当にもうゲームやってないんで、こういうちょっと短めのゲームで頭数すというか稼いでるけど、と今月早めに30本達成して、残り1週間もねえのか、今月。残り3日間。自分の好きなゲームやっていいみたいにしよっか。悪くはないと思うんだよ。その30本。どんな忙しくても、毎月30本ずつゲームを減らすっていうことはね、悪くないと思うんだけどな。なんか減ってる実感がないんですよね。これ、ああ、中かよく見たら。中行こう。マジ、RPG をちょっと本当に真面目に、本当にやりたいですね。RPG で本当下手なんで、練習したい。 RPG をやるアドバイスもらいながらでもいいから、一回ちゃんと RPG を何個かクリアしたら上手くなると思うんだよね。なんかアンダーテイルみたいなのないかな。アンダーテイルだからライブアライブみたいなさ。全部じゃん。イエーということでね、ヒーロー GODY エディションいかがでしたか。Thank you.
バトラ予約あったのに消えたぞ、ゴラーということでね、いやーヒーローいかがでしたでしょうか。面白かったねーって。いやこれちょっといいですね。やっぱゲームってグラフィックじゃないんですよ。面白かったねー。うん、面白かったね。開口一番におっしゃっていただいたんです。やっぱそうなんだね。グラフィックじゃないんですよ、ゲームの面白さって。こんな俺でも作れる。面白かったね、面白かったね。俺でも作れるじゃん、こんな誰でも作れるじゃん。こんなにスタッフいる一人でよくないか。4位やれ。ちょっと今月のゲーム消化ノルマがちょっと厳しいんで、あと5日で8本くらいやらないといけないんですけど。面白かったね、いけないんですけど。その1本にトゥームレイダー4が滑り込めると思いますか。間に合いますか、あと5日。やれるかじゃねえ、やるんだ。やるんだ。5日で、ドゥームレイダー4を終わらせつつ、他の7本のゲームもクリアしなきゃいけないんだからな。わかるのか？何？コンティニューって。コンティニュー。何を続けるの？え？バグった。最後の最後で、え？あ、バグってね、画面が移動しただけか。お疲れ様でした。